はい、こんにちは、豆と申します。あだばなの館地獄編、実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということで、質問考えてくるの忘れた、質問考えてくるの忘れたんですけど、私気になることがあって。ねえねえ、ちょっとねえねえ、ちょっとさ、質問、偽物にはスキルが使えないなら、リク君を判別する手段が一つある。ごめんなさい、リク君、使わせてもらうわ。スキル発動、固定。これであなたは動けないけれど、あなたがスキルを使えば動けるはずよ。なるほど、そういうことか。オッケー、スキル無効。本物なんですね。動けたぜ、これで十分か。ええ、間違いなくあなたは本物よ。そりゃよかった。ごめんなさい、リク君、あなたのスキルをこんなところで使わせて。構わないさ、これで本物だと確実に証明できるなら安い代償だ。そう願ってれば。これであとは海かシンジ君のどちらかが偽物。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、私ね、違うんですよ、本当はね。とりあえず俺は本物って判明したんだから殺さないでくれよ。違うの、本当はね、質問したかったの。でもなんかイベント始まっちゃった。まあでも、リク君は本物って分かったので、ちょっと話しかけないようにしますね。そうで思ったんですよ、スキル3分の2はスキル使えないからな。だからね、あの海ちゃんかさ、シンジ君なんだけどさ、偽物が海ちゃんの場合さ、しずかちゃん絶対心臓させないと思うんですよね。ねえ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 、質問必ずひらがなで行ってください。さっきらっていうのが入ったまま。ねえ、この人覚えてない？ねえねえねえ、出てこないの。うざがらみで、みどりちゃんどこで出てくるのかな。どうやら答えられない質問のような。ねえ、みどりちゃん覚えてもう、みどりちゃん、みどりちゃんに会いたいよ。はい、まあ、とりあえず、ね、どうしようかな。えちゃんさん、うみちゃん、うみちゃん、私のことをどう思ってる？私のことどう思ってる？しずくちゃんは私の親友、小さい頃からずっと一緒だもんね。その通りよ、海。そうなっちゃう。じゃあさ、ちなみにりくくんは、ララ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 、リクと、はい、りくくんは、うん、リク君とはクラスメートでお付き合いしてるよ。告白したのは私からになるけど。ええ、合ってるわ。こんな質問じゃ拉致が開かないわ。なら持ち物、悪魔は偽物にも、本物が持っているものを持たせたと言っていたけど、本物と偽物を区別する何かがあるはず。カバン？いえ、もっと直接的な、ここに来るための何か。あ、手紙？手紙、立ちつ、手紙、みみ。持ってますか？不幸の手紙を。手紙？うん、ここにあるけど。確かに、本物ね。手紙持ってるわ、じゃあシンジ君に行きますか。じゃあシンジ君もこのまま手紙を見せてもらいましょう。あ、そっか。待って、シンジ君手紙持ってるっておかしくない？手紙？それならここにあるけど。手紙を持ってる？持ってないよね、君には来てないはずでしょ。ということは、ごめんね、分かっちゃったよ。君はリク君の手紙で来たはずですよね。はい、偽物と判断。ごめんよ、信じ。あ、ちなみにさ、リク君のこと聞いとこうかな。どんな話してくれるかな。あ、リル。
誰だよ。リルちゃんって。はい、リクとは小さい頃からのダチだ。思えば幼稚園からの腐れ縁かと。はい、持ち物 OK です。もう犯人は君しかいない。真実はいつも一つ。偽物と判断し殺します。ごめんね、シンジ君。シンジ君、ごめんなさい。でも確信を得てるからな。これでさ、でも偽物が海ちゃんの場合、絶対しずくちゃん殺せなかったと思う。ですよね。シンジの死体が消えた。ってことは、おめでとうございます、しずく様。見事偽物を的中です。すごいよ、しずくちゃん。よくわかったね。手紙よ。え、手紙？シンジ君はリク君の持っていた手紙に触れてここに来たと言っていたわ。なのにシンジ君は手紙を持っていた。本来は持っていないはずの手紙を。あ、悪魔は本物が持っているであろう持ち物を事前に持たせたと言っていたけれど、それが逆に偽物を決める証拠品になったの。なるほど、さすがだな、しずく。いやー、お見事です、しずく様。ではこちらは商品の50ポイントです。どうぞお納めください。50ポイントを入手した、ラッキー。思った以上に悪質なゲームだったわ。悪心なんだろうね。難しい漢字が。この先もポイントを入手するために館に挑むのなら気をつけた方がいいわ。だな。うん、だってさ、こことさ、わらしべの館は簡単って言ってたもんね。よう、うまくポイントゲットできたんだな。ごめんね、さっき心臓貫いたんだ、偽物だけど。ええ、さすが副会長、俺も見習いたいものだ。よう、関さん、さっき100ポイント稼いできただろ。稼ぎ頭だぜ。というか、リクチンと海ちゃんまでいきなり消えてびっくりしたよ。まあ、それについては後で話すよ。シンジ君、ごめんなさい。え、何ってなるよね。なんで謝るんだ。気にしないで、気持ちの問題だから。はい、ちょっともやっとしますね、シンジ君は。はい、クリアしたらね、もう確認でもこの。なるほどね、一回クリアした館はもうできないんですね。じゃあ次は、お、なんだ、イベント。お、ねえパパ、ちっちゃい頃の桃山太郎かな。みんながパパのことを悪者って言うんだけど、違うよね。パパは悪いことなんてしてないよね。ねえパ、虐待受けてたの、桃。お、初めて来た、桃山父。うるさいぞ、クズが。オイル法学習だ。まったく、どいつもこいつも私ばかり責めて、あの程度のこと誰でもやっているわ。それよりもなんだこの、なんだ貴様、この成績は。この程度のこともできないのか。でも僕頑張ったよ。クラスでも2位で。何度も言わせるな、1位以外は全てクズだ。深山の息子は貴様と同じ年で、すでに中学の問題を解いているんだぞ。なぜお前もその程度できない。だってそんなのわかんない。貴様は他人から教わらないと何もできないのか、このクズが。まったく、なぜ私の遺伝子からこんなのが生まれたのか。やはり母親が悪かったのか。2位でも十分すげえけどな。次はもう少し頭のいい女に産ませるか。はい、なんか大奥的な何かがあるんですか。なんか性質と違う側室的なのがいっぱいいるのか、この野郎。一夫多妻制か。別に暴力自体に文句はなかった。そんなものはいくらでも耐えられる。父さんの立場が危うかったのもなんとなく分かっていた。それから来るイライラだと、だから耐えた。いつか
この人も変わってくれる。俺を見てくれる。何も期待あふれる言葉を聞きたかったわけではない。俺はただただ。お父さん、今日何の日か覚えてる？ねえお父さん。うるさい、仕事の邪魔をする気か？一体何の用だクズが。私は忙しいと言ったはずだぞ。今日僕の誕生日なんだよ。だから。何かと思えばそんなことか。くだらん。ほら金をくれてやる。それで好きなものでも買え。金じゃない、お誕生日おめでとうの言葉が欲しいんだよ。さっさと出て行け。はい。別にお金が欲しかったわけではない。僕が欲しかったのはほんの一言、些細な言葉だけでよかったんだ。僕はただ父さん、あなたに。ももあーちょっと鼻水出てきちゃった、悲しすぎて。では最後にもう一度ルールをまとめます。私が消えると同時に対戦相手の5人が現れます。先に相手の中にいるリーダーを殺した方が勝ちです。リーダーを殺せばその時点で相手側が所有する全てのポイントが勝者へ移動します。リーダー以外何人死のうとゲームは続きます。ではよろしいですね。いつでもいいぜ。戦えるの姫？モモ頑張ろうな。ああもちろんだぜ。けどいいのかよ、俺なんかがリーダーで。何言ってんだよ、桃以外リーダーは務まらないって。まあそれはね、確かに言えてるわ。安心しろって、俺が桃を守るから。ああ頼むぜ金太。二人とも分かってるわよね。ああもちろんだぜ。この機会に乗じて金太郎をやるのか。開始と同時にあの目障りな金太ってやつを排除してやるよ。排除排除、やっぱりこいつはバトルロワイヤルなんだ。何が起こってもおかしくはねえ。猿お前が一番に死にそうだぜ。ああその通りだぜ。ではゲーム開始です。うわあ死にエクセロが。なに、え、モモ？脇腹が痛え。明らかにこいつこっち向いてるよね。金太が刺したのかこれ。金太。いやーモモ、お前マジでちょろすぎだわ。え、さすが金太さん。マジ余裕っすね、対戦相手。こっちとグルだったの？この野郎！ちょっと、もう怒りでマウスが荒ぶってしまう。さっき、モモの悲しい過去を見てしまったせいで、ちょっとモモ寄りにね、心が寄ってるんで。金太さんの言う通り、うまくそいつらをはめられましたね。はあや、言った通りだろ？どういうことだよ、てめえ。なんで僕らと同じチームのお前が、ももちゃんを刺してんだよ。はあ、それね。だって俺、こっちのチームであると同時に、あっちのチームのリーダーだから。はあ、どういうことよ。この館でのエントリーなんだけど、実は腕輪の番号で登録できるみたいなんだ。だから一度自分の腕輪を外して他人の腕輪で登録すると別枠で参加できるんだよ。なかなかいい手だろ。これを応用すれば相手は1人で、こっちは5人でリンチできるんだぜ。あ、はあ、ちなみに今俺がしてる717位の腕輪はそうやってハメ殺ししたやつから奪ったやつな。本物はこっち。
序列8位の腕は、てめえそれじゃあずっと俺らを騙していたのか。当たり前じゃん、ここはそういう場なんだから騙すのは当然っしょ。やべえやつ出てきた。私たちはともかく、ももは本気であんたを信じてたのよ。それに小さい頃ももを助けたのは嘘だったの？はあ、それね。いや、あれはマジで最高だったわ。だって考えても見てよ、それまで議員の息子だって威張ってたやつが、翌日には捨てられた犬のような姿だったんだぜ。それに手を差し伸べるだけで、まるで俺を救世主みたいにキラキラした目で見てた気がする。見てすがる。いや、最高に気持ちよかったよ。優越感っていうの？こいつは俺がいないと何もできないクズって見下すの。それにああやって弱いやつに手を差し伸ばすの、ヒーローみたいで気持ちいいんだよね。てめえ、あんた最低よ。どこまで腐ってんの？おいおい、あんたらも人のこと言えんのか。ここに落ちた時点で同じ穴のムジナなんだよ。ま、何にしてもその傷じゃモモは終わりっしょ。というか数の上でこっちが有利だし、あとはボコして終わりだな。へえ、楽勝っすね。おい、お前らのポイント全部もらうぜ。桃太郎チーム、ここで棄権するの？もしかしてもう。クソクソクソが。桃、最後は親友のよしみで楽に殺してやるよ。所詮何をやってもクズはクズだな。父親の言葉が反響する。お前は何も変わらんよ。どうする？膝折るんじゃなくて立ち上がるか？うわー、膝折っちまったぜ。ああ、親父の言う通りだったよ。なんだこれ。え、スキル？もしかして。なんだよ、どこだよここ。こいつが俺のスキルだ。あ、対象二人をこの閉鎖した空間に閉じ込める。時間はせいぜい1分やそこらだ。だがさっきのような集団戦なら問答無用で相手との息打ちに引きずり込めるんだよ。ちょっと待てよ、てめえ傷はどうした？事前に回復薬を買っておいたんだよ。お前のために用意していた薬だ。おい、待てよ桃山、さっきのは冗談。通じると思うな。親父、あんたの言う通りだよ。クズはどこまで行ってもクズ。カエルの子はカエル。なら、俺はどこまで行ってもクズを貫くだけだ。待てよ、桃山、助けてくれよ。俺たち親友だろ。今さら親友とか言うんじゃねえ。親友？はあ。てめえが勝手にそう思ってるだけだろ。はい、とことんクズになってやれやってね。噛んでなんて言ったかもわかんねえや。ひぃ、キッタさんが一体何がどうなったんだ？モモ？そこまでです。相手リーダー坂上キンタの死亡によりポイントはすべて桃山太郎に譲渡されます。そんな、俺らの貯めたポイントが。チキショー、チキショー、何ポイント貯まったんだ？ヒャッハーやったな桃山。これで俺たち助かったぜ。しかもあいつらが持ってたポイントも奪えて、もう私たちの勝ち、勝ち抜き決定じゃん。
さすがモモ、私あなたのこと信じてな、信じてたのよ。うるせえよと。モモちゃん、そんなに、何そんなに怖い顔してんの？出せ。出せって何よ。てめえらの持ってるポイント全部俺によこせって言ってんだよ。何むちゃくちゃ言ってんだ桃山、そんなことできるわけが。いいから出せって言ってんだよ、殺されてえのか猿渡り。なんでだよ桃ちゃん、俺らダチじゃねえか。ダチ？こんなものここで勝ち上がれるわけねえだろうが。自分以外は全て敵、全て利用する、それが当然だろう。なんでよ、私たちだってあんたの役に立って。親父と関係持て、持ってるようなクズは喋るんじゃねえよ。キジ姫そうだった。そうだよ、俺らもお前らもみんなクズだ。だからクズらしいやり方で生き残る、それが当然だろうなあ。生き残るためにもうなりふり構ってられねえってな。はい、というところでじゃあ今回はここで終わっときますかの。いやー、桃太郎チームどうなるの。一人でみんな頑張る。おー、どうしたどうした、なんか騒がしい声が聞こえるな。何の館だっけここ。あ、桃だけいなくなったんだね。あの3人が残ってるんだ。どうするのよ、これで私たち終わりじゃない。そんなもん俺が知るかよ。くそくそ、これも全部あの桃山のせいだ。くそ、てめえら桃山のグループの連中じゃねえか、こんなところで何してんだよ。てめえらはシンジにリクたち、よりによってこんな時にあんたたちに会うなんて。別に、こっちはただ通りすがっただけだ。あんたらに用はないよ。立て込んでるようだし、このまま失礼するよ。ちょっと待ってくれ。なあ、こいつらに頼まねえか？はあ？あんた何言ってんのよ！そうだぜ、猿渡り。お前何言ってんだよ。けどよ、もうそうするしかねえだろ。俺らのポイントはゼロなんだぜ。なら、ダメ元でもこいつらに相談してみる、してみねえか。そうだな。話すだけは話してみるか。なあ、実はあんたらに頼みがあるんだ。聞くだけでも聞いてもらえないか。やさスイーティー。なるほど。それであんたたちは桃山にポイントを全部奪われたと。そうなんだよ。しかもあいつポイントがないと入れない館に逃げ上がって、時間制限が来るまでそこに隠れてるみたいなんだ。なあ頼むよ、あいつから腕輪を奪って俺らのポイントを取り返してくれ。もちろんタダとは言わない。あいつの腕輪の中にあるポイントの半分をあんたに譲る、どうだ？ちょ、犬崎？違う、剣崎だった。仕方ないだろう、こうでも言わないと引き受けてもらえないしさ。背に腹は変えられないか。どうする？みんな。私は反対。そんな他人の事情に首を突っ込む必要はないわ。俺はどうかな。みんなのことを思えば首を突っ込むのは反対なんだが、こいつらとも知らない仲じゃないしな。やさスイーティー、やさスイーティー、シンジ。もちろんいい関係じゃなかったが、それでもこうして頭を下げてきたのを無下に断るのはちょっとな。おこ。俺はどっちでもいいかな。俺は彼らに協力しても構わないと思っている。マジっすか先輩。ああ、
何よりも困っているというのなら助け合うべきだろう。こういう場所でならなおさら。海はどう思う？私は助けてあげたいが本音かな。そうか。とはいえ、雫の主張もわかる。助けるにしてもリスクが高い以上は。それなら私が手伝ってあげようか、レビタン。ま、それはないな。赤羽お嬢様か。きたー、その話、私が協力してあげるわ。あんた誰だよ。私の名前は、おとぎり赤羽。単なるシリアルキラーのサイコパスよ。かわいいっす。あ、セーブができる。はい。あー、ちょっとじゃあ長くなるのかな。ここでじゃあ今回はちょっと終わっときたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。バイチー、どうなるんだろう。